ちは。思春期の子育てアドバイザーの道山秀です。本日は読書感想文の書き方というお話をしていきます。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。まあそうするとですね、夏休みの時期、この時期にね、近づけば近づくほど日々ものすごく増えてくる相談があるんですね。こちら何かというと、読書感想文の書き方が分かりませんとかね、どういうポイントを意識して書いていったら読書感想文で高得点を取ることができますか。まあこんな相談がたくさん来るんですね。まあそこで本日は読書感想文をね、こう書いていくときにどのようなステップで進めていったら最も簡単に、そして短時間で高得点を取る読書感想文が書けるのか、そんなお話をしていきたいと思います。もしあなたが読書感想文がね、書くのが苦手だったとしても、この流れで書いていただければ本当に簡単にですね、読書感想文で高得点を取ることができると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。でですね、最初に お話ししたい話は何かというと、読書感想文が書けない理由です。実はね、私自身も中学生の時あんまり読書感想文書くの得意じゃなかったんですね。まあでも当時はなんで自分が書けないのかっていうのはよくわかりませんでした。まあ読書感想文でね、毎回ね、なんか優秀賞とか取ってる子たちっていうのは、もうそもそもね、才能がある子だと思ってたんですね。でもいざね、こういうね、教師とか今こう教える立場になってみると、実はですね、ただね、あれは才能があるだけじゃなくて、正しい書き方を知っているかどうか、この違いなんですね。なのであなた自身が今からね、僕がお伝えするこの正しい手順で書いていったら、あなた自身もね、確実に読書感想文得意になると思います。さらにね、しっかりね、作り込んでいけば入賞することもね、全然可能ですので、今からお伝えする方法でね、しっかりやってみてください。決してね、今まで書けなかったのはあなたのね、能力がないとかそういった理由ではありませんので、このあたりね、少しね、意識していただければと思います。はい。次にですね、お話ししたいことが、自分の体験談を入れやすい本を選ぼうという話をしていきます。まあね、読書感想文というのは2つのパターンがあります。課題図書、これが与えられていて、その本を読んで感想文を書くパターンと、あとはね、自由図書といって自分で本を選んで、書いていくパターン、この2パターンに分かれるんですね。で、課題図書の場合はまあ5個か10個かね、なんか適当にこう先生の方でね、リストが配られるんですね。でそれをもとに、本を書い選んで書いていくんですけど、まあどちらのパターン、まあ自由図書はね、一から自分の好きなものを選んでいいんですけど、どちらのパターンでもいいですか。大事なポイントは何かっていうとですね、自分の体験談を入れやすい本を選ぶってことなんです。まあこれ後ほどね、詳しく紹介していくんですが、読書感想文を書く上で一番ね、大事なポイントって自分の体験談を入れることなんですね。なのでこれが入らないものであれ、あればあるほど本当に書くのが大変になります。だからもしあなた自身がですね、例えばじゃあバスケットもやっているとしたら、もしね、バスケに関する本をね、仮にね、じゃあ選んだとしましょう。そしたら必ず体験談入れられますよね。まあもちろんね、バスケ以外のものでも入れられるんですけど、そういう何か少しでもね、関連性があるものとかね、自分の興味があるもの、こういったものを選んでいくと非常にスムーズに進めることができます。はい。次にですね、大事なポイントをお話ししていきたいと思います。こちら何かというと、印象に残った一言と心に残った場面、これを見つけることです。どういったことかお話ししていきたいと思います。まあ、先ほどですね、体験談を入れることが大事だよというお話をしたんですけど、まあ、読書感想文はあくまでもその本を読んで感想をまとめるっていうものですよね。だから全て自分の体験談だけだったら、これただの作文なんですね。じゃあこの違い何かっていうと、やっぱり読書感想文の場合は本の中で大事な部分とか印象に残った部分、何かね、重要だと思った一言、こういったものを上手にその作文の中に入れていくことで、あ、この子はきちんとこの本を読んで解いているんだなってことが分かるわけです。なので本を読んでいくときにですね、2つのポイント、まず1つが印象に残った一言ですね。まあなんかこのフレーズがすごく心に刺さったと思ったら、そこに線を引いておくとか付箋を貼っておく、あとはね、なんかノートにメモを書いておく、こういったことをやっておいてください。でもう1つが心に残った場面、まあこれ場面なのでね、例えばこのページからこのページまでのこの部分がすごく印象に残ったっていうのをメモを取っておいてください。この2つをやっておくだけで、その後作文を書いていくときに本当にスムーズに進めることができるので、この2つのポイントをぜひ意識してみてください。
はい、次にですね、最初に印象に残った一言を書くという話をしていきたいと思います。まあ、読書感想文の書き方と一重に言ってもですね、いろんなパターンがあります。まあね、三部構成でね、書いていく方法もあれば、まあ、四幕構成、起承転結で書いていく方法、まあ、いろいろあるんですね。まあ、その中から今日は一番簡単に書けて、なおかつ高得点が狙いやすい。そんなね、書き方を一つ教えていきたいと思います。こちら何かというと、最初に印象に残った一言をバンと書くっていう方法なんですね。これどういうことかというと、まあ、例えばね、じゃあアルケミストっていうね、小説があります。まあ、世界でね、5番目ぐらいに売れた、まあ、ものすごく有名な小説でね、よかったらあなたもね、読んでみてほしいんですけど、まあ、僕自身もこのアルケミストっていう本ね、小さい頃に読みました。で、この本の中にはこんな一節があります。夢の実現を不可能にするものがたった一つだけある。それは失敗するのではないかという恐れだ。っていうね、そんなフレーズがあるんですね。もしあなた自身がアルケミストを読んで、このフレーズが心に残ったんだったら、最初にその一言をバンと書きます。で、書いた後に、この一言が私の心の中に一番残ったフレーズです。みたいな感じから始めるんですね。で、そうすると、なかなか最初にね、一言バンと印象に残った文章を持ってきてから始めるって子は少ないので、やっぱり先生たちはね、こう読んで、最初にそういう一言がバンってくると、お、なんかこの子ちょっと、違った書き方がしてるなっていうような感じをするわけです。まあ、そうするとそのままグイ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 ね、次のところに引き込まれていくというそんな流れになります。まあ、なのでね、いろんなパターンあるんですけど、まず最初に、印象に残った一言を書いてから始める。これ一つね、おすすめの方法になります。はい、次にですね、概要や体験談を書くという話をしていきたいと思います。まあ、先ほどですね、冒頭で印象に残った一言、こちらを書きましょうという話をしました。じゃあこれが終わった後、次にどんな話を書いていくかというと、まあ、ここの部分でですね、本の概要や体験談を書いていきます。まあ、例えばね、アルケミストを例に出すと、例えばアルケミスト、この小説は羊飼いの少年サンチャゴが夢を追いかけて旅に出て、様々な出会いの中で人生の、知を学んでいくという物語です。みたいな感じで始めていくんですね。まあ、こういう感じで概要をスラーっと書いていきます。で、この概要をちょこっと書いた後に、実は私も今、このサンチャゴと同じような状況にいます。っていうような感じで、自分のこの今の状況とか、私も過去にサンチャゴと同じような経験をしました。みたいな感じで、過去にあった体験談を入れていきます。まあそうするとですね、この物語と自分の話、これを両方書くことができるんですね。そうすると、ただのね、この物語を読んで楽しかっただけだと、薄いね、感想文になってしまうんですが、自分のこう体験談を入れることで、あ、こんなこともあって、こういうことに感じたんだ。っていうようなね、そういう深い感想がね、書いていくことができますので、今言ったね、概要と体験談を混ぜて書いていく、これをちょっとね、やってみてください。はい、でですね、最後は、この本から学んだことをまとめるというお話をしていきたいと思います。今言ったような流れでね、最初に一行一言ね、バーンと印象に残った文章を書いて、で次に、まあ、体験談とか概要を書いていくと。で、最後どのようにまとめていくかっていうと、これ一番おすすめのまとめ方は、この本から学んだことをまとめるってことですね。まあ、例えば先ほどね、アルケミストの例で言うんだったら、まあ、アルケミスト、僕のね、中で、どのような、ね、ことを学んだかというと、やっぱりね、心の声に従うことが大事っていうのがね、アルケミストの中にはたくさん書いてあるんですね。で、僕はこの本を読んでこれをすごくね、感じました。まあ、なので僕だったらどのようにまとめていくかというと、まあ、この本を読んで私がね、一番勉強になったのは、とにかく心の声に従うことが大事だということですっていうような書き方をしますね。で、その後に、まあ、なぜなら現在私は例えば、まあ、夢の話とかをね、途中に入ってますので、まあ、夢をね、追いかけようか、もしくは他の進路に行こうか、すごく迷っていましたと。でもこの本を読んで、心の声に従うことが大事だということが分かりました。なので現在私の心の声は夢を追いかけようっていうようなね、そんな気持ちになっているので、この本を読んで私は改めて自分の夢を追いかけて見ることの大切さを感じました、みたいな感じで、最後はこの本全体から学んだことを持ってきます。まあ、そうするとこの読書感想文を通してどのように成長したかってことが分かりますよね。なのですごくね、読んでいて価値のある、そんなね、読書感想文になるかと思います。はい、
最後にですね、私自身現在こういった何かね勉強の話、あとはね高校受験対策の話、あとはお父さんお母さん向けに思春期の子供への接し方、まあ、不登校の改善方法とかね、スマホゲーム依存対策とか、まあ、こういったようなね話を日々動画に投稿しております。まあ、今回はねこの読書感想文のお話をねしたんですけど、やっぱりね、この動画を見てるあなた、もしくはあなたのね、お子さんができる限りね夏休み明けの定期テストで高得点を取ることができたら、これやっぱり一番いいですよね。でそこで現在私は7日間で成績アップ無料講座というものを配信しております。この動画のね右上のところから詳細確認できますので、もしよかったらねこちらも参考にしていただければと思います。まあ、こちらのね講座では、実際にですねどのようなステップで勉強していったら最もね短期間で、高得点を取ることができるのかっていうようなね、そんなお話をね全て無料でしてますので、よかったらね、こちらチェックしていただけると嬉しく思います。あとですね、まあ先ほど言ったようなね動画いろいろ投稿していますので、よかったらチャンネル登録もしていただけると大変嬉しく思います。